どうも皆さんこんにちは、高橋九州の白石と、地下鉄で洗濯機を運ぼうとした野田です。よろしくお願いします、はい、野田です。よろしくお願いします。懐かしいですね。もう僕は記憶から飛ばしてるので覚えてないです、ね、なんでそんなことをしてしまったんですか。まあまあ実際運んではないんですけどね。そう、運んではないんですよ、はい、だから未遂です。地下鉄で、洗濯機運び未遂。運び未遂です。未遂ならまあいいですね。まあそうですね、ただ引っ越しにいろいろ慣れてなかったので。そうですね、もうどうしようかなどうしようかなって、あの私たち実家住みが長いんですよね。そうです、ね、で引っ越しの経験がなく取り乱してました。で東京に1年早く移動した先輩に先輩こう洗濯機は地下鉄で運べますかと質問をして、で全力で止められるというあんまり詳細には覚えてないですね。いやー、まあ運べないですね、地下鉄じゃ洗濯機は、迷惑ですね。地下鉄運搬未遂事件ですね。そうです、歴史に名が残りますねこれ。野田浩信って地下鉄洗濯機運搬未遂事件、未だ未解決となってますね。未解決、未解決なんだ。解決するようなものもないですからね。永遠の未解決、はい。まあ、このラジオは通勤中とか、ちょっと寝つきが悪い時とかに聞いてほしいラジオとなっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やっぱり日本のお茶美味しいですね。美味しいですね。野田さんはだってその出身が福岡の八女ですからね。そうです、お茶が有名なところですよね。八女市なので本当にもう普段に家の中に八女茶がありました、ね、はい、ああ本当ですか。やっぱ地元のお茶がやっぱスーパーとか行ってもやっぱたくさん売ってる感じですか。そうですね、でも驚いたのが東京に来ても意外とやめ茶がスーパーに置いてあるんです。ああそうか、でもあれだけの産地ですからね。そうなんです、本当に、まあ、静岡とかが多いのかなって思ったら本当に、まあ、鹿児島のもありますし、まあ確かに静岡鹿児島ってイメージは強いですけどね、うん、まあ、やめ茶有名ですね、はい、家の周りにも結構茶畑があったりしたんですか。ありましたね、うん、まあ、やっぱりなんかちょっとだんだんみたいな感じで、まあ、ちょっと高いところに行くとこう茶畑が広がってるところがあったりしてですね、はあはあ、あのお茶畑にですね、はい、ちっちゃいプロペラあるじゃないですか、はいはい、わかります。これ何のためについてるのかっていうと、こう空気を上と下を入れ替えて、はい、まあ、要はその寒い時期にお茶ってその霜が降りると傷んじゃうじゃないですか、うん、なので霜が降りないようにこう暖かい空気と冷たい空気をこう入れ替えるために、そう寒い時はプロペラ回すみたいですよ。あ、そうなんだ。普段は回さないですけど、逆に昔の人どうしてたんだろうと思いますけどね。もう本当に内輪とかで、いや内輪は厳しいんじゃないですかね。一日中だって内輪をいでってそれは厳しい。ちょっと調べたいですねそれは、はい、今日は僕は昼休みはですねイノシシの肉を食べまして、まあというのが今ジャパンフィッシャーマンズフェスっていうですね、はい、今日から、木金土日と4日間にかけてやるらしくてですね、日比谷公園で、はい、なんかお魚のフェスなんですけど、はいはい、あのジビエのブースも出てるという。お、なぜかというとですね、そのイノシシがヤマクジラと呼ばれるらしいんですよね、はい、なのでクジラだからクジラだからジビエでいけるっていう。あ、じゃあイノシシだけ出てたみたいな。イノシ、まあ、しかもですねまあしかもねじ込む、まあ、でもジビエをですねやっぱり農水省としてやっぱ盛り上げたいって気持ちがありますからね。そうですね、罠を設置したりとか、 あとその防護柵、その畑とか田んぼを守るためのこう、例えば電気柵でしたり、まあ、そういうのにこう予算を出したりとかしてですね、その全体的にその減少傾向ではあるんですけど、はい、まあ、まだまだ大きな問題となっているということで。そうなんですね、まあ、その農家さんは特に地方の方はですね、その鳥獣との戦い、イノシシシカとの戦いっていうのはめっちゃあるんですけど、はい、まあ、そこでこう捕らえたイノシシとかシカって結構9割ぐらいは埋められたりとか、はい、その焼かれたりとかして、はい、まあ、処分されるんですよね、うん、で1割ぐらいがお肉となって食べるみたいな、はい、食べるというか、食肉加工に回される、はい、やっぱりそのせっかくいただいた命ですしね、はい、鳥獣被害をこう防ぐだけじゃなくて、まあ、こうお肉として地域資源としてこう還元できたらすごいいいじゃないですか。そうですね、いいですね。っていうので、まあ
お肉せっかくだから食べましょうよというのがジビエなんですけど、はい、普通に美味しいっていう。美味しいですね。普通に美味しい。あ、野田さんも一緒食べましたよね、熊本で。そう、僕も熊本でちょっとジビエのイベントがあった時に行ったんですけども、はい、ありましたね。やっぱりそこでイノシシとかシカとか、はい、あんまり食べたことなかったんですけども、はい、やっぱりなんかちょっとジビエだと臭みがありそうだなみたいな。ジビエ、ジビエ、ジビエ、略しすぎですよ。なんかちょっと臭みがあるのかなみたいなイメージがあったんですけど。ああ、確かにそのイメージあるかもしれないですね。でもなんかすごい調理がなんか全然臭みなかったです ね、 ですね。なので、あ、でも美味しかったですよね。美味しかったですね。なんか僕たちって2年間熊本で勤めてたんですけど、はい、その熊本ってその若い農家さん中心にめちゃめちゃジビエ盛り上がってましたもんね。ジビエというか、まあ、農家ハンターって言いましたからね、うん、そうなんです。僕もお話をお伺いしに行ったことがあるんですけども、はい、やっぱりそうですね、うん、まあ、その農家としても普通に活動されている中で地域貢献のためにそうですね。本当に由々しき問題ですよね、はい、聞いた話によるとやっぱ九州でも、もう何ですかね、収穫の前日にもうイノシシが田んぼに入って、でお米、そのイノシシがこうお米全部食べちゃうとかそういうわけじゃないんですけど、匂いがついちゃうんですよね。はいはいはい。だから匂いがついちゃうから、もうそのお米って出荷できないし。なるほど。だからまあね、お米だったらね、そんな春に植えてね、秋まで育てたのがね、収穫前日にそんなされたらもうたまったもんじゃないですもんね、うん。それでこう心折れてやめちゃうその農家さんとかたくさんいたから、でなんか若手農家さん中心に立ち上げたのが農家ハンターっていうその団体といいますか、こう有志の集まり的なでしたもんね。本当に僕たちその九州農政局の若手って、その農家ハンターの皆さんがいろんな話聞きましたもんね。いや、僕もお話を伺いしたことありますね。うーん、そうなんですね。やっぱり皆さん熱い思いをお持ちで。そうでしたね。いや本当、いや思い出しますね、うん、まあ思えばですよ、はい、あのまあ、ちょっとジビエの話から飛びますけど、もう YouTube 始めて2年半経ちましたよ。 YouTube 初めてですね。2年半。2年半ですよ。でも全然なんかイメージが、まあ、野田さんは1年は脱退されてましたからね。まあ覚えていらっしゃる方いると思うんですけど、野田さん結成した、高瀬九州が結成したのがまあ令和元年12月とかでしたかね。ああ、そうかな。令和元年12月で2年かな。いや違いますよ、令和元年12月で、でバズマフの発信が始まったのが令和2年の1月ですからね。ああ、なるほど。あ、そっか、そうだ、ね、で野田さん、その令和2年4月にはもう人事異動で東京に来るっていうのが決まって。そうだった。最初もうもう稲妻のようにいなくなりましたよね。もうなんか出た本数も 4,5 本くらいだったらすぐに逃げるように、別に逃げてはないじゃないですか。いやいや、まあまあ東京にですね、はい、でまあ1年間私一人で互い吸収してましたもんね。そうですね。ちょいちょい野田さんにこうビデオ通話で出てもらったりとかしてましたけどね、うん、まあそれで1年間は僕一人の時期があって、で僕もその1年後にその九州から東京に人事異動になりましたから、うん、結局野田さんと職場が一緒になって、はい、今またこう再結成で2人でやれてるっていう感じですもんね、うん。いやでも最初このびっくりしましたよね、その農水省職員がこう YouTuber しようみたいな話でしたからね。そうですね。いやもう僕は興味はあったんですけども、はいはい、絶対一人だったら応募してなかったので。ああ、なるほどですね。白石くんから声をかけられ初めて。そうなんです。やるかって感じ。高瀬九州の誕生秘話なんですけどね、あのその日にちょうど私、野田さんと、野田さんは私隣の加納先輩だったんですよ、はい、隣の加納先輩で、まあ、その若手の懇親会とかで、うん、あ、なんか面白い方がいるなというふうにこう知ってはいたんですけど。はい、そのバズマフ始まりますって言って、はい、その職員で YouTuber をしたい方はいませんかっていう公募があって、うん、はい、もう僕らも最初はびっくりしたんですけどね、はい、で僕はもう最初にやりますってすぐこう手を挙げたんですけど、でもその日ちょうど野田さんがラーメン、野田さんと一緒にラーメン屋行ったんですよね、うん、あの熊本行きのラーメン屋に行って、でその時に野田さん、これ興味ないですかって言ったら、はい、あるって言ったからびっくりしましたもん。そうだった。最初は野田さん興味あるんだって思って、第一印象からちょっとやりたいかもとは思ったんですけども、あ、だからそこはもう即答で、
正直私は最初はもうちょっとこう人前に立ってこう目立ったりするのはもう結構好きだったので、うん、まあ、最初はそういう理由が結構強かったんですけど、はい、野田さんって割とこう、まあ、その広報のね、その農林水産省の広報について結構もともと結構意識を高く持ってたみたいな感じじゃなかったですけど、まあそうですね、まあ、自分自身が出るっていうのはイメージはしてなかったので、まあまあそうですね、まあ、ちょっといろいろ農業の魅力とか農林水産業の、まあ、魅力とかですね、農林水産物の魅力とかいろいろ発信したいなっていうのは思っていたので、あ、まあやるにしてもまあ裏方くらいのイメージではあった。そうなんですよ、最初野田さん裏方希望だったんですけどね。そうだったね。でも一番最初の撮影の時からもう当然のように僕が羽田さんじゃあやりますよって耕せ九州ですって、その場のノリで生まれたあの挨拶ですよね。あ、そうだったね。あれはもうその場で5分もかからずくらいですか。5分もかからずでしたね。いやー懐かしいですね。あの時と比べてこう変わったなっていうところありますか。自分が変わったなって、まずまふ始めて今2年半経ちましたけど、はい、変わったなっていう、まあ、僕がよく言われるのが、はい、その初々しさがなくなってで残念みたいな感じで言われることはありますけど、はいはい、そうですね、もう160本ぐらい出してるからもうそれはもうしょうがないですよね。ちょっとなんか変なところでちょっとこう慣れちゃうじゃないですけど、ちょっと YouTuber っぽくなってしまうみたいなあるんですかね。いや僕もよくコメントをちょっと拝見すると、はいはい、なんか東京の色に染まったねみたいなことで何も染まってないですけどね。何も染まってないんですけど、でも確かにちょっと動画に慣れが出てきたから、それは多分その染まったねっていう指摘じゃなくて、はい、そうなってほしくないっていうことなんじゃないですかね。なるほど。やっぱり私たちはこう耕せ九州という名前で、はい、やっぱりこう九州の色を出してこう地元の色を出していくっていうのはやっぱ大事ですからね。そうですね。だから私たちは最初は耕せ日本でやろうとしたんですよね。そうだったんです。農林水産省なのでこう日本全国のことかなと思ったんですけど、はい、やっぱり耕せ九州で行こうって、うん、まあ、私もその時の上司が言ったんですけどね、うん、耕せ九州の方が良くない、はい、なんか馴染んできましたよね。馴染んできました。なんだかんだに馴染んできました。ちなみに耕せ九州半角表記が多いですけど、あれ別にどっちでもいいですからね。あ、どっちでもいい。前回は知らなかったですか。僕あれ半角が公式なのかな。いやいやいや公式とかじゃないですよ。あれは別にこだわりはなくてですね、はい、その YouTube のタイトルってこうギュッとした方が文字数入れられるんですよね。まあカタカナは半角の方がいいですね。だから半角にしたって。別にそういう半角が正しいってわけでもないし、はい、僕がこだ変わってるわけでもないです。あ、そうなんですね。いや別にあの全角で書いていただいても全く間違いじゃないですよ。なるほど。はい、あとバズマフもそのカタカナですかひらがなですかって言われるんですけどね、はい、どっちでもいいですよね。まあまあアルファベットが公式ですけどね。まるで商標も登録してますからね。あ、そうだ、商標登録。僕はもうひらがなとカタカナを使い分けてます。でも正直こう野田さんの持ち込み企画みたいなのも見てなんか待ってるところはありますけどね、はい、そうですね。僕が今やっていることが、はいはい、まあ、今輸出国際局っていうところにいるんですけども、はい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 、やっぱり農水省はちょっとですね、これからは日本も人口が減少している中でですね、世界全体的には人口がどんどん増えていくので、そういったところの皆さんにもですね、日本産の農林水産物を味わってもらって、まあの日本の農林水産、まあ業者の皆さんもですね、まあその、いやいいですよ、ちょっとこう、そうなんですよ、整理しながら言っても。そうなんです。逆にあれですよね、その野田さんって国際系の業務をしてるから、はい、自分の業務の話って逆に難しくないですか。あんまりしてないのだって、その自分の周りの人ってその国際系の業務ももちろんしてるわけですから、はい、普段はもうみんな知ってること、周りの職員はもうみんな知ってる当たり前のこととして話をしてることが多いので。そうですね。それを例えばその外部の全くその仕事とかも知らないその一般の方に説明するって言ったら逆に難しかったりしますよね。すごい砕けた説明をしなきゃいけないんですよ、ね、はあ、なかなかそれも、まあ、簡単に言うとその野田さんの仕事ってその輸出をもっとこう増やしていこう
というものですよね。そのためにいろいろ支援していくと、はいはいはい、日本の農作物っていうのをもっとこう販路拡大していって、もう海外にもこう売ってこうマーケット広げていけるようになれば、もっといろんな可能性があるわけで。そうですね。でもその農作物の輸出って結構いろんな壁がありまして、例えば各国にこう輸入規制があったりとかですよね。そうですね。例えば最近バズマフで言った話題で言うと、まあ、その原発事故の後にこういろんな国で輸入に規制がかかってですね、はい、その規制の中にはなんていうんですかね、科学的根拠に基づいていないものもあると、うん、そうそうそう、そうなんです。でそういった国とか地域に対して、うん、もっと日本のその食べ物を輸出してもいいんじゃないでしょうか、って輸入してもいいんじゃないでしょうかっていうふうにこう交渉したりとか。そうですね、まあ、そういうのが仕事、大きく言えばそういう感じですよね。それも一つですね、うん、あとはその輸出を拡大するためにいろんな海外でですね、はい、まあ、イベントとかプロモーションをやっていくっていうことが必要なんですけども、はいはい、まあ、日本食の認知度の向上であったりとか、はいはい、あとはまあ現地のレストランとかにもですね、うんうん、まあ、その日本産の農林水産物をもっと使ってくださいみたいなことを言っていくようなことが必要なんですけども、うん、やっぱりそこはあれですね、まあ、農林水産省とあとは民間の皆さんと、あとはまあ生産者の皆さんもですね、うんうん、一緒になんか一緒になって、うんうん、まあ、その輸出を拡大するためにいろいろやっていければっていうことを考えているので、はいはい、そこの支援とかっていうのも今力を入れてます、ね、例えば農水省の輸出支援だったら、その企業とのマッチングとかもしてますもんね。その現地のバイヤーとその日本の企業とか、はい、その生産者とのこうマッチングをこうサービスしたりとかもありましたし、ね、そうですね。輸出の1兆円目標でしたっけ、はい、5兆円ですね。今は5兆円にも今目標を上げてるんですね。そうですね、今、まあ、昨年度で1兆円超えたので、これからはどんどんとまたさらに拡大していくことを考えています。さっきの輸入規制の話もありましたけど、はい、やっぱりその農水省とか、まあ、いろんな、まあ、その原発事故の後に、はい、その55の国と地域が輸入規制っていうのを設けたんですよね。55だ。でそれが今43の国と地域でもう元に戻ったってことですよね。そうですね。細かい数字はまたちょっと、なんで、まあ残るは12の国と地域ですね、はい、うん、いや30分ぐらい喋りましたけどね、明日からもまた頑張っていきましょう。はい、頑張っていきます。今後も耕せ九州をよろしくお願いします。それでは皆さん、バイ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 。OK です。